あの土台にあるんで、そこがずれてると痛みが出るだけしか言えませんから、その時点でそもそも仙腸関節触らせちゃダメなのよ。はい、整体院復科院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対しての根本的に解決していく患者さん向けの動画になっています。もしあなたが3件以上の整骨院、整体院、病院に行っても全く症状が改善していない、もしくは病院に行っても痛み止め、湿布しか処方されていない、そんなあなたであれば、しっかり痛みを改善できる体を手に入りますので、ぜひね、最後まで動画見ていただければと思います。松田さん、はいよ。骨盤矯正、はい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 、あれってなんか良さそうっていうイメージあるんですけど、はいはいはい、実際何が起こってるのかよく分かってなくて、はいはい、そういうことね。あれって、うん、実際どうなんですか？骨盤矯正はタイミングが合えば効果的だと思います。ただほぼほぼ適切なタイミングで治療できてる人ってほぼいないなっていうのは正直なところですかね。あのまずね、まあ、いわゆる骨盤矯正で何かって言うとね、まあ、私は結構ちゃんとお伝えしますけど、私も骨盤矯正する時もありますし、しない時もあります。毎回してるわけでもないです。でただ効果がないかって言ったら効果ちゃんとあります。ただタイミングにもよる、やり方にもよるかなと思ってます。ただ一般的に言う骨盤矯正やってる人たちで骨盤矯正の意味が分かってる人は多分1割もいないと思います。なんでかっていうか、なんでじゃあ骨盤矯正がいいのかって言われてるかっていうと、それは患者さんが、いわゆるこの動画見てるような患者さんが、骨盤矯正ってなんかいいよねと思ってるところに、骨盤矯正っていいですよっていう風に言ってるセラピスト、整体師が多いだけです。なので実際骨盤矯正セラピストに聞いてください。どういう風になって、どんな風なメカニズムで、どういう風に良くなるんですかって聞いてください。そしたら大体あの土台にあるんで、そこがずれてると痛みが出るだけしか言えませんから。で土台がずれてたらどうなるんですかって聞いたら、いやそこはですね、あんままあ詳しく知らなくていいですよぐらいで終わっちゃいます。これが実際のところ、やってる方もなんか良さそうだからやってるってだけの人がめちゃくちゃ多いっていうのは正直なところですかね。だからこの骨盤矯正ってそもそも何なのかってところと、そもそもどうやって治療するのかってところ、ではなんで治療するのか、なんで必要なのかがちゃんと説明できるようになるってのはすごく大事だし、もし私が今から説明する内容とかを、例えば骨盤矯正やってもらおうと思う人ができるのであれば、それは全然体任せてもいいと思うし、逆にできないんであればちょっとなんか気をつけた方がいいかなっていうふうに思いながらやってもらった方がいいかなっていうふうに思います。はい、じゃあですね、骨盤矯正の話していきますね。で骨盤矯正っていわゆるここね、頸椎、胸椎、腰椎ってあって背骨があります。で背骨とつながってる骨があります。これが何かっていうと仙骨です。仙骨、これが仙骨になります。でこの仙骨が、ま、真ん中にありますね、このオレンジのやつで、これの横に腸骨っていう白い骨がついてます。仙骨のところに横に腸骨があって、でこの間のところの関節が仙腸関節です。でこの仙腸関節っていうのがいわゆる腸骨の骨盤矯正ってやつのメインになると思ってください。でここを調整なんでするのかって話になってくると、いわゆる骨盤ってね、仙骨って何かって言ったら、上半身の重さが全部加わってくるのが仙骨、いわゆる足の方に落としていく力をやるっていうのが仙骨の力です。逆に骨盤、腸骨って何かって言ったら、足から上がってきたパワーをこんな風に上に行きそうなのを止めるっていうパワーになります。でここまで考えたらなんとなくわかるかもしれないけど、骨盤を上に上げて止めるっていうパワー、いわゆる骨盤上に行く、でも体重は上から下に行くっていう、このパワーがかかってくる。それってどうなのかっていうと、この仙腸関節のところがすごく力が加わりやすいってこと。仙骨自体は下に行こうとする、腸骨自体は上に行こうとする、このズレがいわゆるズレてしまうと仙腸関節をずらす、仙腸関節がずれてると人間の土台ですよね、土台がずれてる、土台がずれてるイコール全身がずれてきますよね。だから仙腸関節ってところを治療すると腰にもいいし、膝にもいいし、肩にもいいよねって話だと思ってください。なので仙腸関節っていうところは人間の土台だし、ずれてる可能性が高いから治療しましょう、これは分かってると。じゃあここからが大事ですね。じゃあ仙腸関節をじゃあどんな風に治療するのかっていう、どういう風にやるのかっていう治療法の中身です。でこれは基本的に何かって言ったら、アウトフレアとインフレアっていうこの2つをぜひ知ってください。でアウトフレアっていうのは骨盤を前から見た状態で開くっていう方向になります。開く、
インフレアはこの状態で内側に閉じるって役割になります。だから動きってこんな風にずれてるわけじゃなくって、骨盤を開くっていうパワーと内側に閉じるっていうパワー、この2つが結構メインであると思ってください。なのでこの開くと閉じるっていうところでどういう風に治療するのかが変わってきます。でまず1つ目、骨盤が開く、これいわゆるアウトフレアって言いますね。前髪の時骨盤開く、これはいわゆる産前産後のお母さんとかがよく起きがちなアウトフレアってやつですね。ここが開いてると何が起きるかっていうと、仙腸関節って、ここのね前側がパカッと開きます。でここにはね靭帯がまたついてるので痛みが起きやすいですね。で逆に言うとインフレアって言って、この骨盤が中に閉じるって方向になると何が起きるかっていうと、骨盤の後ろ、いわゆる仙腸関節の後ろ側がパカッと開く形になります。でパッと開く形になると何かっていうと、後ろの靭帯を引っ張ったりして腰の痛みになってきます。なんでインフレアすれば後ろの靭帯が伸ばされて痛みが出てくるし、アウトフレアって言って骨盤が開くと前側の靭帯が伸ばされて痛みが出てくるし、どっちにしても痛みが起きます。で仙腸関節の靭帯ってめっちゃ熱いというか強いので、その分痛みも感じやすいです。だからアウトフレアした時の痛みとかもこの靭帯、前側の靭帯で感じてきて、なんか奥が痛いになってくるし、あとはこっち側がインフレアしてくると後ろ側が伸ばされて痛みが起きやすくなってくると。まずこんな風なメカニズムなんだということはぜひ理解してください。ここまで分かりましたね。仙腸関節はそもそもインフレアアウトフレアってところで調整をしてる。で、あとはねずれ方の話だったり、仙腸関節って結構いろんな議論がされてるので、私が言ってるのも一部、仙腸関節の動きだったりとか治療法の一部だと思ってください。大事なポイント何かって言ったら、インフレアの人にアウトフレア方向への力を使っていってるのか、いわゆるインフレア閉じてる人にこれを開くために外側に持っていく力を加えて関節を調整するのか、アウトフレアしてる人にインフレアの治療できてるかどうかっていう、この2択に1択なんですよ。これをね、アウトフレアしてる人にさらにアウトフレアの治療したらどうなりますか。悪化しますよね。これポイントはね、アウトフレアかインフレアかをしっかり評価することすごく大事です。でここができた上でちゃんと仙腸関節の治療しますだったらいいんですけど、例えばさっき患者さんでね言ってほしいんですよ、土台なんでずれやすいんですよって相手のセラピストに言われたら、わかりました、じゃあインフレアしますかアウトフレアしてますか私の骨盤って聞いてみて、多分何ですかそれってなりますその時点でそもそも仙腸関節触らせちゃダメなのよ。ダメとまでは言わないですよ、いろんな主義があります。ただ何も分かんないで仙腸関節触るもんじゃないです。やっぱすごく中枢にあるので、だから私の観点では、ね、インフレアアウトフレアができているかどうかですね。でインフレアしてる場合でもアウトフレアしてる場合でも、やっぱりこの仙腸関節周りの靭帯が正常に働くようにしていくためには治療必要ですね。だそれをやっていく必要もあるよってことはぜひ覚えてください。あとちょっと私が調整する場合であれば、あと一つ補足ね、まだがアウトフレアインフレアかっていうのをちゃんと調整っていうか評価するべきだよって話だけ覚えてください。でアウトフレアインフレアについてはこの PSIS っていうところの狭さだったりとか、あとは内側の靭帯を実際に大技した時の圧痛だったりとか、そういうので実際に評価をしていくかなというふうに思います。であとね、仙腸関節以外にちょっと治療してないけど、ちょっとピンポイントだけ紹介しておくと、これね骨盤の関節ってめっちゃ仙腸関節が見られがちなんですけど、そうじゃなくてここもあるんですよ。これ何かって言ったら、これ恥骨結合って言って、後ろ側は仙腸関節がくっつきます、前側は恥骨結合って言って、ここのいわゆるこの関節でできてます。恥骨結合の調整までして仙腸関節の調整しないと、仙腸関節してもまた痛み戻りましたって結構あるんですよ。だから大事なのは恥骨結合も仙腸関節もちゃんと治療してあげること、あとはその周りにある筋肉だったりとかもしっかり治療してあげた上で、全て骨盤調整、骨盤矯正を入っていくことがすごく大事だと思ってください。ですか。なんでもう一回まとめます。恥骨の話、あと仙腸関節の話、この二つまであることが、頭にあることがすごく大事で、仙腸関節であればインフレアかアウトフレアかってところも評価できるようにしていくことがすごく大事だということはぜひ覚えてください。まあそれができるだけで仙腸関節の見方も変わるし、治療の方法も全然変わってくるかなと思います。なんでぜひね、この仙腸関節、そっち恥骨結合の仕組み、メカニズムね、あとはそこからの痛みがどうやって起きるのかってのもぜひね知っていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、ということでね、仙腸関節の話しましたけど、これ読んでよくあるんですよ。仙腸関節治療したら良くなるんじゃないですかってあるけど、そんなことなくって、自分の原因が仙腸関節なかったら、ただ痛みは改善しないし、逆に痛みが悪化しちゃう可能性もあります。
大事なのはしっかり自分の原因が何なのかをしっかりしてください。で、痛みの原因を見つけることによって痛みって改善できますから。なんでそのためにもぜひぜひ整体院の方に一回ね足運んでいただければ嬉しいなというふうに思います。まあ下の概要欄の方から北海道、千葉、静岡、大阪、そして久留米、福岡ですねっていう形でやらせていただいていますので、ぜひね興味がある方、もしくはしっかり原因を探してしっかり改善していきたいと思う方であれば、ぜひですね概要欄の方から店舗の方情報チェックしてもらって予約ぜひやってみてください。あとね今日の話良かったら、例えばアウトプット一番のインプットになりますので、コメントいただければ嬉しいです。あとはこんなことがすごく聞いてみたいですっていうコメントだったりもいただければ、それも参考にですねこの動画の中入れさせていただきますので、ぜひねこのコメントもお願いします。あと高評価もお願いします。はい、ということで今日はねこれで終わりますけど、今日の話良かったらぜひチャンネル登録、高評価、コメント、あとね概要欄の方から店舗の方までぜひね来てみてください。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画を見た時どうもありがとうございました。また見てください。骨盤矯正と骨盤調整って何が違うんですか？骨盤調整と骨盤矯正、ほぼ一緒です。ほぼ一緒ですけど、まあ矯正と調整って言って、なんか矯正の方がなんかかっこよく見えるかなぐらいな感じだと思いますけど、実際中でやってることは一緒だと思います。はい。